ヨーブラザー、シュアツゴールです。ご視聴ありがとうございます。はい、今日、新イベ運命の星っていうものが実装されまして、それの攻略方法みたいなお話したいんですけども、空から落ちてくる星っていうこのイベント、樹脂を読んで使用して、エッセンスを手に入れて、で今、イベント中の、帰らぬ合成の、イベント商店にあるこちらのエッセンスの、交換ができるっていうものになります。僕としては結構樹脂使わないとすぐにはクリアできないんですけども、ランクが高ければ50個、ランク6以上だったら50個エッセンスもらえますんで、無理しなくてね、欲しいものだけでもいいのかなとは思います。例えばこちらの構想とか自由とか、自分の使ってるキャラに沿ったものだけでもいいし、そちらを優先して取っていただいて、残り12日あるんで、ラストの方でやっぱりこっちも欲しいなってなった時に取っていけばいいとは思います。はい、ただ仕上げ用魔鋼に関してはかなりお得なんで、武器は絶対育てるんで、これは絶対必須なのと、知恵の冠、これも必須だと思われます。で、仕上げ用良鋼に関しましては、今マップに青い魔鋼が落ちてるんで、それを使って、樹脂1で6個仕上げ用魔鋼を作った方がお得なんじゃないかなっていうことになります。一応そこら辺の基礎知識っていうものがありますんで、そこだけ入れておいていただければっていう形で、おすすめキャラなんですけども、一応火力の高いキャラクターは基本的に強いんですが、モナであったり、なければディオナで、アンバー、ディルック、これおとり要素のあるキャラクターですね。モナがおとり要素で、ディオナが相手を凍結させる要素で、アンバーがもちろんこれもおとり要素、ね、でモナとディオナに関してはモナの凍結効果に、ディオナの凍結効果にモナの、水の凍らせる、さらに凍らせる要素、継続エリア内みたいなものです。でディルックは元素爆発がたまると、小さい敵だったら吹っ飛ばすことができるんで、ちょっとめんどくさいなって時は吹っ飛ばしてやるというようなことになります。で実用方法はとりあえず今動画でまとめましたんで、簡単に流したいと思いますので、ぜひご視聴お願いします。はい、まずは、モナとディオナの、コンビですね。これかなり優秀なんですけども、はい、例えば相手がちっちゃい時だったらディオナだけでもこうやって凍ったりするんですけども、さらにその凍結効果を強くするってことで、モナのこれも使う。でも5秒間耐えれれば、OK っていう設定ですね。でこちらのコンビだと、でかいやつにも通用するんですよね。これででかいやつも一応凍るんですけど、さらに強く凍らせるっていうことで、水と氷のですね、でこんな形で。で相手がちっちゃい敵とかであれば、ディルックの元素爆発で相手をバーって吹っ飛ばしちゃって、溜めると。これぐらいちょっとミスっても余裕がある。相手がちっちゃいやつとかね、味方が混戦中のところにぶち込んでからやるとか、であとモナ単体であれば、こういうでかいやつとかでも、モナ優秀っていうような感じになってきてしまうんですけど、これでおとりにやって、走る速度も速いですからね。で、こうやって。ほら、ご覧の通り、引っかかってますね。で、あれが破裂して、こうびっくりしてるような内容で。はい、どうもありがとうございました。こんな形で、モナがかなりね、優秀だったということで、モナ持ってなければ、アンバーのこれで対応してみたり、ディオナ、あと凍結系のキャラが基本的に、おとりには優秀ですんで、それを打ってあげて、水キャラの人がガンガン叩くみたいな、例えば、超運であったりね。やったりするのもかなりありだと思います。はい、で、ディルクで吹っ飛ばすとかね、いろいろ他にもね、向いてるキャラいると思いますんで、ぜひ皆さんで試してみてください。ウェンティですとか。はい、では、こんな形で今日の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。ではまたね、ライブの方、僕結構しょっちゅうやってますんで、できれば遊びに来てコメントなりいただけたら非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。